ルイス・ハリー・ホルトビーは、西ドイツハインスベルク出身のサッカー選手。ホルシュタイン・キール所属。元ドイツ代表。ポジションはミッドフィールダー。リバプール出身のイングランド人の父とドイツ人の母の間に生まれた。イギリス空軍の軍人であった父は、メンヒー・エングラートバッハに駐在していたことがあり、エバートン FC のファンであるという。ファーストネームのルイスはドイツでは、 外来語扱いのため、英語読みのルイスと読まれる。2001年からボルシア・メンヒエングラートバッハのユースチームに所属し、2004年にアレマニア・アーケンに移籍した。2007年にトップチームに昇格すると、2008年12月5日の TSV1860 ミュンヘン戦で初ゴールを決めた。2009年7月7日にシャルケレルヨンに移籍。 v f l ボフム1 f s v マインツレイゴへのレンタル遺跡を経て2011から12シーズンからシャルケに復帰。活躍が認められてシャルケとの契約が満了する2013年夏より父の祖国であるイングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパーへ加入することが決定していたが後に2013年1月28日に遺跡が前倒しされることとなった。 2014年1月31日、フラム FC への半年間のレンタル移籍。2014年9月1日、ハンブルガー SV へ1年間のレンタル移籍。2015年7月1日、ハンブルガー SV へ完全移籍。2019年9月19日、ブラックバンド・オーバーズ FC へ移籍。2021年6月までの契約を結んだ。ドイツ代表として、 各世代の代表でプレーしている。2011年6月7日 UEFA 欧州選手権2012予選のアゼルバイジャン代表戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。